今回はトリコ宝石の肉片のスター純って自由すぎないに対する美食家の反応を紹介します。飛び入り参加する渋家のこと、誰それとかいうシテリーがどうでもいいからってプイってするし、ウッキウキで小松の包丁を持って行こうとするし、ノリノリでトリコと戦えろうとするし、宝石の肉食べたかったとかいうし、もしかしてあれな人なのか。なるほどな。部下のこと、誰それとかいうし、ここは地味に後々の伏線なんだよな。何の伏線だっけ。スパイでしょ。だとしても誰それってならなくね。ならないと言ってもそういう風に捉えるしかないんじゃないかな。インフレの結果なのもあるだろうけど、本当にロボと生身で戦闘力違いすぎる。言うてロボが再現できるのはロボの性能の範疇なんだから、そこは別にインフレとか関係なくおかしくない。ラストバトルの戦力的にはオーガー食事後トリコ、アカシア、ミドラ、オーガー食事前トリコ、スター順ぐらいの戦力差なんだっけ。合流した時点で今のトリコは自分より強いと評してたし、料理人の命である包丁を奪おうとしたクズ野郎。言うほど若くないと言うけど、実年齢何歳なんだ。トリコと双子だし若いでしょ。双子といっても裏のチャンネル経由で生まれてきたし、胎盤から出たのが数秒差でも、現実世界では数年数十年ぐらいのタイムラグがあるから。ジュエルミート食えても満悦お兄さん。オーガー食事後トリコ、アカシア王が食べても圧倒はできなかったはず。白が一瞬出てきて窓か殺した。全冠無量ってわけじゃないのか。白さんだけがただひたすらヤバかったんだよな。確かトリコ25歳だった。小松も25歳、次郎500歳。星のフルコースの中だったら何食べてみたい。 ES できるやつと言いたいが、見た目そのままだったからいいや。アースかアトムかセンター、エアとペア以外。何でも食えるようになる。ヤッコニュース食ってからアナザ食べるとそうなるんだっけ。連載当時は俺トリコと同い年だったんだよな。ウッキウキで小松の包丁を持って行こうとするし、ここマジでルンルン気分だったんだろうなって思うと笑える。汚らしいんだよな。ギドって結局何だったんだ。お尻中が食べたいわサビチ醤油で。死んだ新入りってギドじゃないんだ。他に比べるとデザートの捕獲レベルが低すぎる気がする。猿の群れが居座ってるから大変なだけで、あれ自体は特に何もないし、植えて育てたやつだからな。アナザーあたりで打ち切り決まったんだろうなって分かりやすいぐらいに巻きに入ったな。その割には10周以上やってなかったか。俺的には十分見応えあったけど。各チームで回収しに行くってなった時にはハーンとはなったな。野人道社会人材パー雑食のメイ、こいつらに2つ目いる。グルメ界はもっと未知の食材を探して食べるとこ見たかった。人間界の方が微味そうなところが惜しいよな。ハム界くらいかな、微味そうだったの。打ち切りで駆け足になったのは確かだろうけど、最終回でちゃんと締めてくれたから許すよ。打ち切りだろうが、最終回1話前の結婚式で終わり、よければ全て石になったよ。ドンスライムを一流の肩にでも乗せてやってほしかったぜ。無事に帰ってきてるって描写をさ。1話冒頭で飯食ってるモブが楽しそうに食べてて好きなシーン、つかみとしては十分だった。ジョアに洗脳されて改心する間も、名誉挽回する機会もなく殺されちゃったやつらの扱いが無謀すぎる。もともとろくなやつらじゃねえんだ美食界。重松、美食界の大半は料理人という事実。梅ん中のドッハムのワキスとかグラナメロンとか食ってみたいよ。重松さん作中ジャマンサムボコしたぐらいしか悪さしてないのに、ひどい殺され方したな。スター純は無人系と天然の中間くらいにいる。この後にやった家のやつが受けなかったのってなんでだろう。面白くなかったから。あれは島ブー自身が面白くねえな、これ連載とかないわ思ってた。何か編集が猛プッシュして連載開始した結果は見ての通り。そういうのもあるのか。トリコであれだけ成功したら多少の我がままも通りそうなもんだけど。サムハチと言いそう言うの多いな。サムハチは作者がいける。で描いてた家は島ブーがダメだこれって思い描いてた。小松とフローゼのほのめかせは大分ミスリードだったな。重松は野心自体はもともと持ってた感じでしょ。あれはグルメ界序盤あたりの顔だけのおっさんから出た湯葉とか食べたくないわ。メルク2代目がスキリンいらない。食べ物に対して家はちょっと。フローゼのことか。違います。読み返したらトリコってちょっとドライなところあるな。善悪のない空格われるかの自然の掟に従ってるからな。ロボとの戦いは次は生身でかかってきなみたいな決着は好きだったけど、スターは強すぎるし、ベイやセドルは弱すぎるしで、四天王 VS 美食会幹部のバトルは結局少なかったのが残念。まともにやったのはサニーとトリコだけだったな。両方石でアキラとだった。トミーロットみたいに他の幹部とも激アツバトルをやってくれるのかと思ったらそんなことはなかった。泣き。まあ優しさや甘さは小松の担当だ。
ネオ側についてた符号とかどうなったんだあれ。ミドラに宇宙船壊されてた。ほほ。フルコース肉料理は今でも私の額に残るその感触。お休みのキス。かっこよいけどガチでキモいよミドラ。このラスボス気持ち悪いやつだなと読む前は思ってた。実際読んだらこのセリフの時点では割と味方サイドで驚いた。グリーンパーチは使い時間違えてる。総料理長の強さがわからんまま終わったな。副料理長のスター順より強いはずなんだが。蝶の言葉を信じるならスターの方が強いんじゃないか。戦闘力ならミドラの次がスターみたいな。ミドラ除けば実力はスター順が最強って言及されてたような。世界一強くてキモいマザコン。ミドラフルコースは作中でジョアが全力でこのマザコンがああってしてくれたので比較的冷静に見れた。敵組織ボスなのにあまり主人公と戦わなかったり、あの見た目でベロが武器なのは酔いづらしだと思うんですよ。料理長何人いるんだよってなった。副料理長であれだから料理長は相当強いんだろうなと思ってたら総料理長出てきて何の活躍もなしに死んだ記憶。完璧の最終回の一個前の話。料理長って黒魔導だっけ。ナイスとドレスは何だったか。総料理長とかだす意味なかったな。トリコとスタージュンに兄貴面するの好き。まあなんだ、甥っ子みたいなもんだしな。トリコとスタージュン美食界も大ゼロビオトープも大半のメンバーがろくに戦闘シーンも描かれずに退場してしまった。料理人たちの攻防もはしょり気味だったし、一番楽しみにしてた部分をことごとく分投げされちゃうんで、そこがすごい残念だった。見たかったんだよな。どんな能力か設定はされてたはず。ミドラって顔のパーツだけ見たら美形というか女性よりいい。ミドラがジョアフルボッコにしたのは爽快感最高で好き。トミーとかグリーンパーチも美食屋じゃなくて料理人なんだよな。ランキング1位の人の活躍もっと見たかった。料理長クロマド、副料理長3人、支部長6人で綺麗にまとまってたのに。ユダが名前通り裏切らないのはやってくれたなって。 MM にこだわる理由好きよ。グリーンパーチとトミーロッドは役職通りちゃんと料理できるのだろうか。どんな料理作んのか予想できないの怖いわ。美食界の描写で割と蒸し料理が多かったのはトミーの仕事だった可能性。料理長がクロマド、総料理長がドレス料理長補佐がナイスニー、副料理長がトミーロッド、グリーンパーチ、スタージュン。グリーンやトミーも料理してるという事実、料理人って結構大事なポジションなのにそのあたり特に触れられなかったな。もともと副料理長はスタージュンだけで人手不足だからグリーンパーチとトミーロッドが入った。結局ジョアは何だったんだよ。わさび的なのを下ろすのにあの虫も必要なのだろうか。多分あの背中のトゲに旨味があるんだよ。多分あとなんかアゲハの幼虫焼いたのを食ってる時のパリって音が虫なのにうまそうに見えて困った。トミーの調理中はサポートをちょっとでもミスったら殺されそうだな。トミーロッドがキモくて好きだったな。未だに裏のチャンネルってのがよくわからん。ブライシンクロン理論みたいなもんだ。料理長がトップかと思いきや総料理長とその補佐がいて、料理長がクロマド以外に2人いるという。ただでさえややこしい食材の名前をブルーニトロと被らせるのはどうなの。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。